それじゃあ私バイトあるんで先帰りますね。頑張って。別に。そう。ねえ、なんかさ、あれな、そろそろネクタイとか買い替えたらダサいよ、その色。うん。昨日の夜さ、またまたナンパ大成功。この前みたいに G まではいかなかったけど。よかったじゃん。知れないな、もう。最近帰ってきてないけど、どこに行ってんの？やめろよ。心配でもないのに心配するふり。何言っちゃってんの？ただ居場所聞いてるだけじゃん。興味ないのに居場所聞くなよ。私工事には興味あるよ。ねえだろ。好きでも何でもねえのに興味あるなんて言うなよ。なんかさ、なんか変だよ、うちらの関係は。さっきから変じゃん。そんなことないよ、いい関係だったじゃん。いい関係なもんか。全然いい関係じゃねえじゃん。俺さ、何？好きな子できてさ、その子のうちにいる。同棲するかもしんない。そう。今日も着替え取りに来ただけ。そう。プロポーズされた。は？誰に？健太君に決まってるでしょ。たまみ何言ってんの？結婚することにした。ちょっと待ってよ、展開早すぎだよ。愛してもない人と結婚するわけ？愛してないかもしれないけど尊敬はしてる。健太君に失礼だよ。何とでも言って。逃げてるだけじゃん。結婚隠れ蓑にして逃げてるだけじゃん。逃げてないよ。たまみいつもそう。いつもコソコソしてさ、ビクビクしてさ、何なの？初子には私の気持ちなんか分かんないよ。分かってるよ。分かんないよ。分かるよ。
私は夏子みたいに強くないの。もう夏子とは会わない。今日で最後。やだ。お願い、私を解放して。だってさ、ともみ、私のこと好きでしょ。好きでしょ。どうなの。好きだよ。でもしょうがないじゃない。だって女同士なんだもん。しょうがないじゃん。やだ。さようなら。こんな簡単に落ちるわけ。大切な人がみんな私の元から去っていく。